Hey guys, it's Taka. 皆さんこんにちは、タカです。ということで、今日は動物の森をプレイしながら出てきた日本語、単語を紹介していきたいと思います。そのゲームをプレイしながら言語を学んだりとか、まあ、もちろん映画を見たりとか音楽を聴いたり、その自分の好きなもので言語を学ぶということは非常にいい方法だと思いますので、僕はゲームが好きなので、まあ、ゲームを使いながら、皆さんにこう日本語を紹介していけたらなと思います。では早速始めていきます。ただいまのアース島の時刻は2020年9月24日木曜日の午後7時32分です。ただいまのアース島の時刻は2020年9月24日木曜日の午後7時32分です。では本日のお知らせです。This is a today's information. Today's topics. 今日アース島にシュバルツさんという方が新しく引っ越して来られました。ようこそシュバルツさん、住民一同、新しい仲間を歓迎いたします。そして本日たぬき商店がリニューアルオープンしましたということですね。店内が広くなって取り扱い商品も増えたそうですよ。なるほど。私もお買い物がより楽しくなってとっても嬉しいです。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。はい、わかりました。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで始めていきたいと思います。早速スマートフォンが鳴ってますね。なんだろう、これかな。いや違うな、あ、これメールか。手紙が届いていますね。たぬき開発、タカ様に見つけていただいた土地に新しいお客様が引っ越してこられました。今回のお礼に1000マイルを振り込ませていただきました。ささやかですがご活用ください。たぬき開発、マイルをもらったということですかね。これはね、あの地球儀、日本語で地球儀と言います。もう一回、地球儀、地球儀。彼はなんかたこ焼きに似てますね。ほら、この子たこや。日本にはたこ焼きというその日本食、日本の食べ物があるんですけど、そのたこ焼きをきっとモチーフにしたキャラクターですね。わーい、お散歩でもしてるの。せやねん、お話ししよう。僕お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくてすごく気持ちいいんだもん。せやねん is a dialect。 せやねん、 hang on please。 せやねん、せやねん、せやねん is a dialect、especially the 関西 people using this word。 せやねん。オレンジは日本語でもオレンジと言いますね。おい、タカくん、こんにちは。ジュペッティ、いいことを教えてあげるよ。例えば、君の心が傷ついたとき、前向きになれるリアクションがあるんだ。なんだって？そうか、でも今までありがとう。こんな感じで、心が傷ついたとき、この失恋を使ってごらん。気持ちを切り替えられるかも。グフフ。失恋なリアクションを教えてもらった。もう恋なんてしない。はい、ということで、失恋という、なんだろう、これ、失恋というアクションを教えてもらいました。失恋っていうのは、英語で broken heart っていう意味があります。こう、恋人と別れてしまったりとか、なんだろう、振られてしまったりとか、そんな時に使う言葉ですね。失恋。やってみましょう。失恋。残念、みたいな。がっかり、みたいな感じかな。はい、ということで、蚊を捕まえましたね。蚊っていうのは、モスキートですね。レイジ、やあやあ、どうも。これが日本のベーシックなあの挨拶ですね。あの日本語では
ハワイユっていう表現をあんまりしないですね。やあやあどうも、これが普通の日本のこう挨拶です。英語では Hi, nice to meet you. Hi, how are you? っていうのが普通だと思うんですが、日本語での挨拶、日本の挨拶としてはこんにちはって言って、あ、こんにちは、どうも、あなたはこの島の人ですか、こんな感じの、会話がスタートします。これがベーシックなグリーティング。タカですとタカだよってこれ2つ選べるんですが、タカです is more formal、 タカだよ is more casual。 These two is the same meaning。 I am Taka、 タカです is formal and タカだよ is more casual。 So yeah, which one is best? I'm not sure。 タカです is better。 これトイレトイレとが2つ。これがね、あの日本の基本的なトイレはこんな感じ。あの特にこうメンズのメンズっていうかフォーメール、 This is a toilet for male。 Yeah, and but and most common style is like this。 一般的なトイレはこんな感じですね。今は割と自動が多いので、こうやって近づいたら自動で開く、これが普通のトイレかな、日本の。はい、あれ何、なんかお化けを見つけました。お化けって英語ではゴーストかな。こんにちは、魚影出た、なんだこれ、ゆうたろう、ガタ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 、非信じられません、まさか幽霊が本当にいるなんて。幽霊とお化けって、区別するの難しいんだけど、どちらもゴーストという意味だと思います。幽霊かお化け、え、人間、生身の人間ですって。私昔からこの島におりますが、人は一人も住んでいなかったはず。あ、最近移住してこられたと。なるほどなるほど、そういうことだったのですね。では改めまして自己紹介を。私はゆうたろうと申します。どうぞお見知りおきくださいませ。すごく丁寧な人ですね。私、暗いところ、とりわけ夜は大好きなのですが、幽霊だけはどうも苦手でして、君が幽霊じゃないのかっていう、多分そういう、なんだろう、ギャグというか、そうそうそう。で、私、驚きすぎて、こんな姿になってしまいました。先ほど飛んでいったのは、私の魂の一部なのです。びっくりした拍子に、そこら中に飛び散ってしまったみたいですね。はあ、こんな姿じゃどうすることもできません。はてさて、困りました。あの、こんなことをお願いするのは心苦しいのですが、飛び散った私の魂をかき集めていただけないでしょうか。でないと私一生このままです。こんな姿のままでは浮かばれません。お礼もちゃんとさせていただきますので、どうかお願いいたします。飛び散った魂は、そうですね、全部で5玉ぐらいでしょうか。島のあちこちにふわふわと漂っているはずですので、網を使って捕まえてくださいませ。 OK、 I got it。 よし、よろしくお願いいたします。ありがたや、ありがたや。 OK、 I got it。 ミッションアクセプテッド。魂を集めなさいということですね。はい、ということで1個目、魂見つけました。早速捕まえたいと思います。えい、ゆうたろうの魂を捕まえた。ひんやりしてる。ひんやりっていうのは冷たいっていう意味かな。はい、2つ目見つけました。届かない、よし取れた。ゆうたろうの魂を捕まえた。あと1つ。はい、ラスト、やっと見つけました。よっ、ゆうたろうの魂を捕まえた。やった、これで最後だ。ゆうたろうに返しに行こう。ゆうたろう、おわわ、ついに魂を全部集めたんですね。さあ、早く私にお返しくださいませ。どうぞ。返さないっていうのもあるんだね。はいはい、確かに5玉あります、あります。お、すごい、パッパラパー。ああ、あなた様のおかげで元の姿に戻ることができました。いや、本当によかったよかった。実に素晴らしいです。ありがとうございました。
そうそう、お約束したお礼を差し上げなくては。そうですね、では何か壁紙を差し上げましょう。はい、ということで今ゆうたろうに壁紙をもらいました。壁紙というのは英語でウォールペーパーですね。白いホールの壁、ちょっと家に飾ってみましょうか。はい、家にやってきました。僕はミニマリストなので家には物は置かない、そういう、ミニマリストの精神で暮らしています。置いているのは掃除機とあと金を3つ、これだけですね。もらった白いホールの壁に貼る。こんな風だって、なんかおしゃれだね。すごい、すごくおしゃれになったんだけど。いいえ、こんな感じですね。さっき幽霊さんにもらったのはこの壁ですね。はい、ということで、今日のレッスンはここまでにしたいと思います。これからもこの動物の森を使って、日常会話とか普段僕たちが使うような言葉、単語とかをこう練習していきたいと思いますので、もし興味がある方はチャンネル登録していただいて、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はここまでです。 Thanks for watching today's video. See you next time. Bye. またねー。